空撮、右は、まごめ川の河口。中田東砂丘の入り口からの景色。右に映っている、緑色の囲いは、ウミガメの卵を保護している。中田東砂丘は、静岡県の浜松市の南部の天竜川伊勢に位置し、南北約 0.6km、東西約 4km にわたって広がる砂丘で、遠州浜の一部。 鳥取県の鳥取砂丘ほどは広くないが、風によって風紋という模様が砂上にできる。1月1日には初日の出を見るために来る人も多い。また夏は赤ウミガメが産卵のために上陸する。産んだ卵は囲いに入れられ、孵化したら人によって放流され、また砂丘という環境から、浜ヒルガオや工房麦といった海浜植物が多く見られる。 毎年5月3日から5月5日のゴールデンウィークに開催される浜松祭りのたこ揚げ会場近くの観光地でもあり、賑わいを見せる。比較的容易に砂丘の風景が撮影できる場所として映画やプロモーションビデオなどのロケ地としても有力である。2012年には宇宙航空研究開発機構がかぐやに続く月、 探査計画で使用する予定の月面ロボット試作機のテストが行われた。天竜川の上流にダムができたため、上流から運ばれてくる砂の量が減少。そのために波によって侵食される砂の量と、天竜川から運ばれてくる砂の量のバランスが崩れ、その結果海岸線が毎年平均5メートルほど後退し続けている。この問題を解消すべく、2006年7月に、 市は主に砂丘東側の防砂林のところまで風などで運ばれた砂を特に浸食の激しい西側の箇所へ運び砂の流出を防ぐために大砂垣を設置するなどの大災動工事を行う方針を固め2006年8月に実施した大砂垣中田東砂丘には大砂垣と呼ばれる施設があるこれは砂浜に砂が積もるよう促し 砂丘の面積が減少するのを防ぐ施設である。これが砂に埋まりそうになった時は上部に増やしていく。近隣の静岡県立浜松江ノ島高等学校や市内の郵便局、ボランティア団体等が毎年設置している。この侵食の影響で2003年9月には砂丘に埋め立てられていたゴミが剥き出しとなった。これは 1972年から1980年頃にかけて旧浜松市から発生した家庭ゴミが中田島砂丘東側の一角幅およそ350メートル奥行きおよそ250メートルにわたり埋め立てた時のものでありおよそ13万トンもの量が廃棄されていると見られている当時は海岸線からおよそ180メートルの位置に 埋め立てたのだが30年の間に侵食によって海岸線がその180メートル分交代しゴミが崖となって海岸線に現れたこの問題に対して浜松市は2003年末にゴミの流出を阻止するための応急措置を施したその際浜松市はこの埋め立てゴミの存在によって周辺地域や海洋の汚染につながるものではないと判断し ゴミはそのまま中田東砂丘に鎮座することとなった。なお、このゴミを完全に撤去するにはおよそ80億円もの、費用が必要になると見込まれている。大差がきの見える中田東砂丘の風景。ありがとうございます。